見たりもいいかなって思ったんだけど、どうしようかな。じゃあ一旦これを見ながら話そう。思い出をちょっとずつ振り返りたいと思います。へい、ということでイコールラブのリリースの前ですかね。リリースの前からいきましょうかね。そう、イコールラブといえば MV は結構合宿の映像がやっぱこう最初からなんだろう、すごいイメージとかインパクトとかが強いと思うんですけど、まあ、まずイコールラブの楽曲ができる前にこう合宿をしました。で、昨日もそのイコラブ入る、はあ、イコラブ合格してからのお話をちょっとしたんですけど、その時はまだダンスとかのレッスンが本当にほとんどなくって、そう、でもその合宿で初めて結構、まあ、初めてじゃないけど、うん、しっかりそういうレッスンをしたのは、まあ、ほぼ初めてで、合宿を2泊3日でやったんですけど、とりあえずそうで初めてみんなでこう、そう、そういう合宿とかをしました。でさあ、まあ、最初はそんな、なんだ、そんなめっちゃ怒られるとかも思ってなかったし、そこまでね。そうで、こう1日目のなんかね、サービスエリアに行ったんですよ、まず。そこですごいみんなで騒いでキャッキャキャッキャ言って、なんかいっぱい写真撮ったり、いろいろ食べ物をねこう買ったりとか、そう、でもあんま食べ過ぎたらダメよって、夜ご飯待ってるからねっていう風にこうスタッフさんから言われて、でもこうサービスエリアによってみんなでちょっとアイスとかをなんか買ったっていう思い出があります。なんかほんま学生みたいな感じで、そうそう。で、その時はまだそういうちょっと気分で、で、まあ合宿の初日は夜にその合宿所に着いたのでレッスンはなくって、まあ普通にちょっと説明だったり、多分まあ夜ご飯を食べる日だったんですね。で、夜ご飯がなんとまあ豪華だったんですよね。それは確かメイキング、ドキュメンタリーにも多分載ってるんですけど、印象的なのが花か誰かがなんかサラダを箸で持って、あれってめっちゃ大きい口で食べようとしてて、それがすごい可愛いっていうのが覚えてるんですけど、そうで、すごい豪華で、でもみんなでこれ食べれない、これ好きとか言っていっぱい交換しながら、こうみんなで美味しくご飯を食べた思い出があります。で、なんか一人ずつなんか呼ばれて、ちょっとずつこうドキュメンタリーで意気込みみたいなのとか、今の気持ちとかっていうのをちょっと話したぐらいで、そう、1日目は まだそんな平和な感じでした。で、その日の夜からもう全員一緒のところに泊まったんですよ。で、なんだろうな、一つのねお家みたいなところに合宿所は泊まってて、そう、それでね、大変だった。合宿の、なんだろう、みんなでお布団も敷かないといけないし、もうそこ誰もいないんですよ。そうで、マネージャーさんと、そう、マネージャーさん、女性のマネージャーさん1人2人と、あともうメンバーだけっていう感じで、で、まあもちろんお風呂とかも1個しかなかったし、そう、それでもうみんなで、なんだろう、本当に一つの家みたいな感じのところにね、2泊3日泊まりました。で、まあ、初日はまだこう歌とかももらってなかったし、何もないからきっと明日に備えて寝ようっていうことで、まあ、普通に寝たんですね。で、みんなでお布団を敷いて、2つ部屋あったのかな、1つだったかな、でもみんなでとりあえず、なんか私のデータフォルダに、画像のフォルダに入ってるのが、ナータンとキアラが2人がパックをしている、2人がパックをして、なんかピンクの可愛いパジャマでピースしてるような写真があって、めっちゃ可愛くて載せられないけどすっごい子供で、すっごい可愛い写真があるんですよ。そう、そんな感じで、枕投げはしてないんじゃない、多分覚えてないな。でもね、めっちゃ障子とかもあったかな、ちょっとまあ和な感じなところもあって、そう、なんかみんなで寝たもう本当にこう布団を、なんかねなんか詰まった布団チームと、すごいどうでもいい情報ですよね、多分布団チームとね、なんか空気みたいなのが入ってるちょっとふわふわしたチームがあったかな、まあそんな感じでうん、そう、うん
ちゃ詰まった。そうで、まあその日は寝て、で次の日、まあ朝から、まあ、レッスンがスタートして、でその時に指原さんからのビデオレターでイコールラブっていう曲を作りましたっていうのを報告してくださって、その後に歌詞をもらって、そう、それで、まあ、瞳がセンターっていうこと自体はそこで発表されたっていうわけとかじゃなくって、なんだろう、うん、分かったのは正直言ったら多分歌割りをもらった時とかだったんですね。だからこう正式にセンターですっていう風な発表よりも前に多分歌割りでこう、なんだろう、瞳だっていうのがこう分かったかなって。だいたいいつもこう歌割りをもらうことが多いんですけど、歌割りに、まあ、名字で、で渚とキアラだけ渚キアラって書いてあるんですけど、あとは全員名字でこう、なんだろう、振り分けられてるっていう感じでした。で、まあ、歌い分けもらって紙で、でじゃあ聴いてみましょうって曲を、でプチって本当にそこで初めて聴いて、うわーってなって、これが自分たちの曲なんだってすっごいワクワクしてて、そうで、その後レッスン始まるまでに、なんだろう、多分インタビューとかでドキュメンタリーで曲もらってどうですかっていうインタビューとかを、まあ、一人ずつ受けたりして、でその後、まあ、合宿がスタートして、まあ、もう合宿はね、もう言うまでもない、見ていただいたら分かるんですけど、ドキュメンタリーを、そうで、その2泊3日あるうちで、まあ、3日間ともイコールラブはこうやったんですよ。そうなんですけど、2日目からは、2日目か1日目どっちだ、2日目かな、まあ、なんからは、あの大声ダイヤモンドと言い訳メイビーの2曲も入ってきたんですよ。そう、それでもうイコールラブだけの合宿、イコールラブの曲だけの合宿かと思いきや、ティフに向けてのそのプラスで2曲があったから、でやっぱり大体逆にその大声ダイヤモンドと言い訳メイビーはみんなこう歌詞もなんとなく知ってたし、こう曲もなんとなく知ってた、ダンスはみんな結構知らなかったけど、ほとんどのメンバーが、私も全然知らなかったんですけど、なんとなくしか、だけどこう歌はやっぱ知ってる状態だから、まだなんだろうな、こう想像ができたっていうか、いろいろあったんですけど、イコールラブは本当に初めて聞いたから、なんか全然覚えられなくて、歌詞も覚えられなくて、曲も覚えられなくて、で本当にね大変でした。そうメロンジュースと、あとガールズルールも TIFF で披露させていただいたんですけど、その2曲は合宿が終わってから普通にレッスンの時に振り入れをしていただいたんですよ。なので合宿でやったのはその3曲だったんですね。そう、それでまあ3日間で3曲覚えるっていう形でした。で、まあ、もちろん少しこう覚えれてないとかいろいろあった時には、こう立ち位置がもちろん変更になったこととかもあったし、そういろいろありました。そうで、なんだろう、合宿の途中では、まあもう有名な、まあ、これもよくまあ話してる話だけど、もうナータンがもう、ママはもう帰りたいってそう、ナータンもまだ中学校2年生だったからね、その時なって、私とひとみとサナで、ナータン頑張ろうっていうのをなんかやったよねって、今じゃ笑い話なんですけど、そうそうそう、そうなんですよっていう時もありました。マネージャーさんの部屋で一緒に頑張ろうってそう、なんかそのなんだろう、宿の方はもうカメラがついてきてなかったんですね。だからカメラがあるのはその宿に入るまでっていう感じで、で、まあ、バスの中でインタビューだし、もうスタッフさんも誰も入れない状態だったので、本当にねメンバーとかしかいなかったんですよ。そうで、その2日目の夜か何かに、まあ、これもよく言ってる話なんですけど、私とひとみが、まあ、そういうリーダーとセンターっていう関係性を作った場所っていうか、私はその時まだリーダーっていう役目はなかったんですけど、その時にこう、まあ、ひとみもやっぱこう初めてセンターってなって、やっぱりプレッシャーとかいろんなのでこうやっぱ気持ち的にも大変だった合宿で、そうでもひとみはすごい強いから
こうついてきてっていうすごいしっかりした部分を見せてくれてたんだけど、でもやっぱりこう人見なりのプレッシャーだったりもたくさん感じてただろうし、 それでたまたまバス降りるの側かインタビュー側か忘れたけど、私と瞳が最後らへんで、でその宿に帰るときに坂がちょっとあって、そこを登ってるときに、まあ、瞳がちょっとドンってなって、でも私も一緒にいて、その時にそこで二人ですごい泣きながら話して、このままじゃダメだよねってなって、そこで二人で話したんですね、外で。そうミーンミーンってセミが言ってる外で話して、メンバーみんな集めて少し話し合いをしようってそこでなって、全員で円になって話し合いしたんですよ。でもそこはもうカメラもないしマネージャーさんもいないし、本当にメンバーだけで、そうでも練習のする時間も必要だから、あ本当に時間がなくって、そうね、でもなんかそこでみんなで集まって、なんだろう、歌とかダンスの話の以前に、なんだろうな、お互いの過去だったりそういう気持ちの部分、なんか信頼関係だったり、こうもっとみんなと話したいとかそういう部分をすごい話した覚えがあって、そうそこでね、すごいみんなで泣きながら思ってることとかをみんなで話して、よし頑張ろうって、じゃあ明日からはこういう風にして頑張ろうっていう風になって、でもお風呂とかも、まあ、ちょっと大きいお風呂だったんだけど、あんまり、まあ、1個しかもちろんないから、まあ、子供メンバーから入ろうってなって、基本子供メンバーから入るってなったけど、まあ、別にでも1人じゃなくてもいいよっていうメンバーは何人かとかで入って、そこはもう子供とか関係なく、まあ、もう入りたい子は先入るみたいな感じで、で入ってない子は練習してたり曲を覚える、ダンスを覚えるとかで、もう常にどこかで曲がかかっている状態でしたそうずっとで、大変だったのが虫が出たんですよ。しかもめっちゃでかい、こんぐらいの虫ですよ。そうほんまにでかくて、ほんまになんか虫がいっぱい出て、そういうとこだったんですよ正直。それがすっごい大変でした。そうでご飯もなんかもう食欲がなくって、私もでもなんかもうウィダインゼリーとかいろいろ用意してくださってたんですけど、えほんまにねこんなんやったんだって。そう確かほんまにこんなにこんぐらい出た。そう大変だったんですよ、大騒ぎ。それでご飯もでも食べる食欲がなくて、疲れすぎてもうウィダインゼリーしか食べる気なくって、でもマネージャーさんとかはもう食べなさい食べなさいって言ってくださってて、少しでもいいから食べなっていう風に、でまあ食べてたのかな、でもあんまり食べてなかったと思う。なんかもうそういう気分じゃなかったんですよ。そうでその朝ごはんはパンとかなんかね、スティックのパンとかフルグラとかを用意してくださってて、自由に朝はこう起きた人から食べるみたいな感じで、もうその部屋で、そう部屋に冷蔵庫とかもあったから、それで好きなものを食べるっていう感じでした。そう食べたいものをそれぞれが食べるって感じでも、逆になんか朝食べとかないとだったから、結構朝の方がみんな食べてたかも。昼とかはこうお弁当を食べるけど、もうお弁当を食べてすぐ練習しなきゃって感じだったから、もう朝が一番食べれたかな私は。そうで2日目やって、で3日目やってっていう感じで、で3日目の最後のお昼ご飯か何かに指原さんが差し入れでお弁当をくださって、お肉のみんなですごい喜んでいただいたっていうのを覚えてます。でもいっぱいいっぱい泣いて、いっぱいいっぱい泣いて、うん大変でしたそう、それでまあ合宿終わって、合宿から帰ってきて、なんだろう、その後ももうずっと練習、それこそヨアニライブステーション、今定期公演をねよくやってたところで、そう最近できてないけどやってたところで、リハーサルをマイクを実物に使わせていただいてやったりして、でその後にそう今日ね、そういえば伊藤さんと会って、久々に会ったわけではなかったけど、
ちょっとね、お話ししたんですよ。その時にその昔の話がなんか出て、違う、なんか焼肉の話だ、焼肉の話が出て、で行きましたよねみたいな話になって、そのね、ティフのリハーサルをユアニライブステーションでやったんですよ。でその後に伊藤さんとマネージャーさんとメンバーみんなで、でもその時サナツンだけ来れなかったんですよ。そう、なんか家族でのなんか用事があって、ママが来てたからかな、そうご飯行くってなって、そう急遽全員でご飯に行ったんですよ。そうっていう思い出があります。でもね、それをね、今日ね、誰だっけ、あ、いおりさんもね、いたんだよ。いおりさんも話してたんだけど、いおりさんそのことも全然覚えてなくて、え、焼肉なんか食べたっけとか言い始めて、そう、でも私と伊藤さん食べたじゃんっていう話をねしてました。そうっていう話忘れてた、もう全然思い出してくれなかった。そう、それで、まあ、ティフに向けて、そっからその大声ダイヤモンドと言い訳メイビーとイコールラブプラスガールズルールとメロンジュースがあったから、その2曲もプラスでこうその合宿から帰ってきてレッスンをしていただいて、もう頭に詰め込んで、もうみんなで泣きながらでね、初めてティフで披露したのが8月5日だったかな、多分ぐらいがティフで初めてデビューだったんですよ。でそこで私たちデビューさせていただいて、デビューっていうかお披露目させていただいて、でそこでそのなんだ MC、 まずその時は、まあ、スタッフさんがこう台本をくださったんですね。でそれになんか、まあ、振り分けがあったんですけど、自己紹介以外に、まあ、何個か喋るメンバーはいて、まあ、私もその時喋るメンバーで喋ったんですけど、でしかもソニーミュージックさんの桜ミュージックさんからデビューさせていただきますっていうのを言うっていう役割で、すごいすごい重要なところをねやらせていただいてたから、もしこれは失敗できないっていうプレッシャーがすごくて、もうヘアメイクしていただいている間とかも、もうバスの中、移動のバスでも、もうずっともうそのね MC をね唱えてました。もう怖すぎて、でなんか指原莉乃さんっていうか指原さんっていうかで永遠に悩んでたり、スタスタ 何人にも、うん、10人以上に聞いたりとか、どう思いますかってめっちゃ聞いてたり、なんかとりあえずすっごいねなんか悩んでたとりあえずね悩んでた、なんか一問一句一言一句間違えないように言おうって思ってたから、その時は。そうでもね、なんかステージに立った時にはね、なんかそう、なんか一問一句間違えずにじゃなくって、なんか勝手に煽ったりもしてて、意外に余裕出たそうで、まあ、ティフでデビューっていうかお披露目をさせていただきました。それが8月5日ですね。そしてその後、その10日もしないうちにミニ握手会を千葉県のイオンモール幕張新都心でやったみたいです。でその後が大阪ですね。でその後イコラブ会で、アットジャムエキスポっていう風に8月は続きました。だから本当に7月6月はずっとレッスンのレッスン付けだったんですけど、8月からは、まあ、結構お仕事っていうよう なんだ活動がスタートしました。そうで、イコラブ会もボリューム0なんですよね。これ来てる方すごいと思う、すごいよ本当に。そうで幕張新都心、あれこれ善悪みたいなものですよね、あれ違うの、善悪ってことですよね、幕張新都心踊ってますよね。それで確か亀子さんがその時もあって、亀子さんの写真を指原さんが2枚、1人2枚ずつピックアップしてくださって、自己紹介文みたいなのをツイッターに書いてくださったんですよ。そう、私は確かなんかポニーテールがなんか揺れるなんかダンスで、そういう部分を書いていただいてた気がします。懐かしいな、懐かしい。
そう、ミリナとだったかな、私確か違うかな。懐かしいですね。そして初めての全国握手会がラクーアガーデンステージ9月5日がデビューの前日に、そうだ、でこの日も確かでこの日だったかな、なんか記者会見みたいなのをしていただいて、しかも ZIP ってやった気がする。そうで指原さんも記者会見来てくださって、まあ、都内某所ですごい、なんだろう、オーディションの日、受かった日ぶりにすごいそういうメディアの方の前に出たかな。そうそう、ラクーアです。ノイミーちゃんもね善悪やったんですけど、この前イコラブもそこで初めて善悪をねさせていただきました。懐かしいな懐かしい。そうでその後が次の日がまあイコラブのリリースの日、6日ですね。6日、確かそのデビューシングルなのに、渋谷のツタヤさんとかでもすごい大きくこうなんだろう、表にポスターじゃないけど貼ってくださって、そこでみんなで写真撮って、その時に確かこの T シャツを着てリサとね、ハーフツインテールじゃないな、ハーフツインじゃないな、リンゴちゃんヘアして、なんかお揃いみたいな服で行ったんですよ、2人で。そう気合い入れて行った日、なぜかなぜか、そう、その時は結構衣装で行ったり私服で行ったりなんですけど、なぜかこの T シャツ指定だったのかな、なんかみんな T シャツだったっけな、それが衣装みたいになってました。懐かしい。そうで初めて9月16日に個別握手会があったんだ。そう9月16日個別握手会があって、最初ミュージックビデオは最後に見て話すんでちょっと待ってください。そうでツイッターが8月、あそうなんだ、ツイッター開始が8月、覚えてるよ。なんだっけな、ツイッター始めた日ね、なんかのリハしてた、なんかのリハをねソニーさんでしてたソニーさんのレッスン室でやってた気がする。そこでみんなでツイートした気がするな、覚えてる。え、何話そうと思ったんだっけ、コアクのこと話そうと思ったんだっけ。コアクがそう、コアクね最初全員同じレーンだったんですよ、全員同じ部数で、なんか全員一斉にスタートだったんですね、その日だ、その日は。そうでまあそうね、コアクといったら私がその一番最初の小悪で、なんかファンの方がその次の部かな、その2個目の部ぐらいでお花をね急いで準備してくださって、まあ他のメンバーのところにねこうお花がこう初めての小悪おめでとうとかデビューおめでとうっていう、その今だとねこうたくさんお誕生日の時にいただいてるようなフラワースタンドだったり、まあそういうお花とかをねこうそれぞれのファンの方が、まあ、用意してるメンバーとかもいたんですよ。そうそれでなんかでもファン、そのファンの方がアンナのところにそれがないっていうのをこう思ったファンの方が、その休憩の間に急いでお花を準備してくださって、でスタッフさんも今からでも大丈夫ですよって言ってくださって、私のところにそのファンの方がお花をね準備してくださって、私が泣いたっていう確かお話が、この小悪ではありました。はい、もう本当にそのファンの方の優しさにすごく救われたし、なんかそのなんだろう、もうその優しさがとりあえず嬉しくて、めちゃめちゃ思い出っていうか、今だからこうやって話せるけど、そうすごく心温まるすごい感謝だなっていうお話です。うん支えて
ていただいてます、本当に。でその後愛知の握手会って書いてある、善悪って書いてある、ショールームイコラブ大特訓中やアベマのきっと君だがスタート。そうね、イコラブ大特訓中ときっと君だが、まあ結構同じぐらいから多分スタートして、どっちもバラエティで、どっちも12人みんなでのバラエティで、なんかすごいね、それバラエティっていうジャンルでもやっぱまた悩んだ部分もたくさんあったんですよ。そう、ラブ様と柴田さんだったんですけど、ラブ様はスパローズさんの森田さんっていう方なんですけどが MC をしてくださってて、でもイコラブ大特訓中でもね、ゲストの方とかも結構その時来てくださったりもしてて、そうなんですよ、鍛えていただいた番組です。そう、でも結構ね、それ終わりとかでもう誰かしらが落ち込んでたね、結構、ああ今日喋れなかったとか、そう、なんかそういう悩みとかもやっぱこの頃から増えた気がします。やっぱりなんか喋りに対してのなんだ悩みとかもこの頃からは少し増えたんじゃないかなって、やっていくうちにね。でお台場パレットプラザ全国握手会が10月1日ですね、善悪ですね、こちらも。そしてイコールラブアイドル武者修行アイアシアターお邪魔しますっていうのがあったんですよ、10月の8日と9日に。これが渋谷の、今はねなくなっちゃったんだけど、アイアシアターっていうところで、結構舞台もやったところなんですけど、そこでなんか MC の方がいるって最初は言われてたけど、それがなんか修行ってことで、なんかボールで本当に弾いたメンバーが MC になるっていうなんかイベントでした。そこでそういうバラエティもちょっとやったり、パフォーマンスもしたりっていう感じで、もうめっちゃ懐かしいイベントですよね、今考えたら。私はこの日は何だったかな、あ、でも東京の親戚が見に来た、すごいどうでもいい情報だったそう、お見送りね、あったあったあった、覚えてる、お見送りした。あれ、そこで舞台の発表があったんだっけ、あれ何の発表があったんでしたっけ、アイアシアターの時に何かの発表があった、あれセカンド、セカンドの発表、キモフレ舞台か、キモフレか、キモフレが発表されたんだ。もうね、舞台やるっていうね、発表された瞬間もうやばいって思ったよね。昨日私のこのショールームを見てくださってて、私の話を聞いてくださった方は覚えてるかもしれないんですけど本当に何だろう、ああもう舞台っていうか台本を覚えたりするのがすごい私は苦手だったので、あもう無理、あやばい、死んだ、終わったって思いました、正直ね。その時最初はね、あーもう終わったわって思った。そう、懐かしい。でもね、乗り越えたよ。そして大阪での全国握手会、そしてイコラジがスタート、そしてイコラブ会ボリューム1 11月11日、そして11月25日がキラリナでのイコラブのクリスマス、ここら辺までかな、大体
大体。あ、でもクリスマスはあれか、キラリナはでもセカンドかって考えたらまだまだ今日話す部分じゃないなって考えたら、そうだね。でもこの時はまだリーダーにも私なってないので、ファーストシングルの時は、なんかでもその時まで、私がリーダーってなるまではエンジンとかも全部ひとみがやってくれてたし、すごい、なんか私もこうダンスを習ってたから、引っ張っていかなきゃとか、こう注意しなきゃとか、そういうところはこうあったけど、でもなんかでもいいのかなみたいな、注意していいのかなとか、なんかどこまでこうそういう役割がないのに言ったりしていいのかなとか、そういう部分が一番悩んでたのがそのこの時期だったかなって思います。リーダーは12月のお台場だから、そう、だからまあ特に瞳にも多分すごい、なんだろう、プレッシャーとか、まあ喋るのも何でも大体瞳っていう風になってたから、すごい大変だったと思います、本当に。そう、何これ、ツッキーさん肩たたき券、あ、父の日、すごい、ありがとうございます、肩たたきますそう、なんかイコールラブのシングルの時は、あんまり覚えてないけど覚えてないんかいってね。でもすごい怒涛の毎日で、こうみんな全員が環境が変わったから、すごい落ち込むこととかもいっぱいあったけど、でも新しいことばっかりだったから、すごい毎日が新鮮で、すごいなんだろう、充実すごいしてた気がします。なんかすっごいね、今が純粋じゃないって言ったら違うんだけど、すごいね、何でも純粋だったと思う、そう考えたら。そういう意味では本当にみんなが本当に真っ白透明な感じ、何にも染まってない感じだったから、そう、それがいい悪いって関係なく、すごいその時は全てに全部のことが新鮮で初めてのことだったから、ミュージックビデオもそうだし、どのイベントもどんなお仕事もなんか新鮮だった。で、私がすごい楽しかったっていうか覚えてるのが、やっぱ最初の頃12人で撮影させていただく雑誌とかもまあ何個かあったりして、それこそこの前全員で、まあその時に全員でなんだっけな、声優パラダイスさんのその撮影とかもね、ファーストの時にやらせていただいたんですよ。そうで、見たらめっちゃ顔もみんな若いし、そうでも今回11人でだけど、声優パラダイスさんの表紙をさせていただいたりで、なんかちょっとエモいなって感じる部分とかもあったし、そう、なんかあとはなんだっけな、なんかみんなでカラフルなワンピースとか着てね、撮影とかもしたよ。そう、なんかこんなに美味しい差し入れとかいただけるんだってすごく嬉しかったのを覚えてます。こんな、なんかいっぱいケータリングがあるぞみたいな、すごいね、楽しかったです。そう、私は黄色でした。そう、懐かしい、懐かしい、いっぱい肩たたき券ありがとうございます。レグルスさん、スタドリさん、かわいいありがとうございます。そう、プラチナフラッシュかな。そっか、12人でのハロウィンパーティーも確かに10月31って考えたら、そうですね、伝説の12人ハロウィンパーティー、懐かしい。バンされたんですよ、ショールームしてて、なんかマリオとかちょっとね、夢の国キャラとかをちょっと着ちゃってたら、バンされるっていうことがね、起こりました。はい、
懐かしい。でもみんなで鍋したりたこ焼きしたりして、そういう配信をねしました。楽しかったな。懐かしい、本当に懐かしい。キャラクターでバンされるやばくない？12人みんなでプライベートで丸一日オフの日に全員でわざわざ集まってハロウィンパーティーをしたんですよ。かわいいよねみんなで仮装してみんなで食べて美味しいと。そう、かわいいね。何話してたんだろうねあの時。でもあのあとみんなで人狼ゲームしたんだよね多分。配信切ってさよならってした後にそのままみんなで確か人狼ゲームをしました。まだ毎日アイドルはスタートしてなかったのかな、わかんない。でも私の端末でやった気がするからどうなんだろう。だいたいそういうの私の端末でやってるからアカウントで。そう、そんな感じですよ。多分毎日配信してたから私の配信でやったのかな。そう、まあそんな感じでちょっとこっからはイコールラブのミュージックビデオを最後は見て MV のお話を最後にして今日は終了したいと思います。まず皆さん、もし2個携帯があるよって方とか見れるよって方いたらイコールラブのイコールラブをぜひ出してください。ミュージックビデオ205万回再生していただいています。ありがとうございます。そう、最後にこの期間を振り返った後に、あ、そういうことがあったんだなって思いながら MV をみんなでしみじみと見るという、はい、こんな感じでスタートしています。はい、あなたたちは売れませんと、あなたたちはもうダメですと言われているシーンですね。伝説の、本当にみんなねほとんどすっぴんで髪の毛もみんなボサボサやし、なんかもうやばいよね。すごい、ほんまにすっぴんでした。みんなほとんどすっぴん、なんかもうメイクもトレトレ、合宿中だから。でこのシーンなんですけど、このシーンはあのね一番最初がこのシーンだったのかな多分。それであのね、なんて言うんだろう、ここの川に下るまでが大変だった。なんかロープみたいなの使ってもうみんな怪我しないでねってなりながらスタッフさんも手伝ってくださって、もうこうやって頑張ってちょっと下まで降りるっていう風に、そうで撮影をしたんですよ。でもなんだろう、 MV を撮るっていう現場が初めてだったから、でもこの川の中をやっぱこうもうべちゃ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 私たちもやんなきゃいけなかったし、もう川を渡って向こう側のちょっと方にも行かなきゃいけなかったから、もうまあ靴もびちゃびちゃなわけですよ全部。でもこうスタッフさんとかももうすごい濡れながら私たちを支えてくださったりいろいろしてくださってる状態だったから、あ、こういうのが MV の現場なんだっていう風にすごい思ったかな。でね、みんなこうやって汚れてるのわかる？顔にすごいいっぱいねつけてるんですよ、いろいろと。本当のサバイバルでしたよ。そう、普通にサバイバル。そうで、なんかちょっとシャドウみたいなのでもう汚れて、手とかも汚して足も汚してサバイバル感を演出して、そうで、あと結構前髪とかももうちょっと濡らしたりちょっと汗っぽくしたりしてて、いろいろこうヘアメイクの部分でも工夫していただいてました。そうで、まあもちろんこの最初の、あ、合宿なっちゃった、合宿なっちゃった。そう
でもこうやってねみんなで渡っていくんですよ。でそれを手を取りながらみんなで支え合いながらその川をね渡っていくっていうシーンなんですけど、懐かしいですね。でも今までで一番なんだスケジュール的にタイトスケジュールだったのが今までの MV で多分一番イコールラブなんですよ。初期のシングルのこのイコールラブが一番ちょっとタイトスケジュールで、そうちょっと詳しくはまあちょっとあれなんですけど、なんか雨でいろいろスケジュールがずれちゃって、それがね大変でした。多分大変でしたっていうか大変だったんだと思います。嵐だったんですよ結構その日。これ茨城で撮影したんですけど、すごいねもうスケジュールがタイトで、そうなんかお昼寝とかもしました。そうなんかスタッフさんが休憩の時に布団をね全員分敷いてくださってて、一旦全員寝ましょうっていう時間があったんですよ。そうそれでそう結構スケジュールがタイトだったから一旦寝るみたいな。でそう結構早朝朝早くから撮影だったので、夜明け朝明け、なんていうの、夕焼け、違う朝方わかんないから撮影だったから、そうほんと保育園みたいよ、かわいいでしょ。みんなでこう12個こうやって6個ずつねこうやってやって、みんなこうやって頭がこうやってくっついてるの、こうやってみんなで寝るの、寝たの明け方っていうのかな、わかんない、なんか朝夕日とともに撮影みたいな感じだったから、そうまあ朝早くて、そうなんかお昼寝タイムだったの。2時間ぐらいあったかな、一旦もうみんな仮眠タイムみたいな時間があって、朝日だ、そう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 全然違った。そうそれでみんなで寝たんですよ。そうでそのかわいいでしょ、もう真っ暗でこうみんながお昼寝してるの。そうそれで少しずつ起こされるので、それはリップシーンが先のメンバーからちょっとずつ起きてって起こされて、そうあのヘアメイクを直してもらってリップ撮影に行くっていう流れでした確か。でなんかジャケット撮影も同じ時に撮ったんですけど、ジャケット撮影で大変だったのが、結構暗い時にネオンってイコールラブって光らせてたんですね。それにめっちゃ虫が寄ってくるのよ。もうイコールラブの時は虫といっぱい戦ったのよ私たち。合宿でも MV でも虫と戦ったんですけど、そうそう確か寝起きで、そうリップシーンは寝起きっていうか、まあ寝た後の次の撮影がリップシーンだった気がする。そうあれ違ったかな、ちょっともう記憶が私曖昧だわ。まあ違ったらどんまいってことで。そうでもなんかこういう暗いところに光にやっぱ虫さんが集まってきて、もうそれがすごい大変でした。そうでなんかあと全然進んでないね、やばい。なんかこういう砂浜で走ってるシーンとかあるんですけど、すごい楽しかった。でも砂浜でそのダンスをね結構踊ったんですよ。でこれは靴履いてるじゃないですか。もうねめっちゃ特にこう3列目の子とかがやっぱり一番なんだろう海に近いっていうか、だから足をね奪われるんですよ。そうドローンで撮影したんですけど、足をすっごい奪われて、もうめっちゃこけて、こけりさっていう、それがこけりさって言ってリサがちょっとこけてるシーンが使われてるから、ちょっとかわいいねこけりさっていう名前がついたりもしたんですけど、そう波にもう足をねそう食べられてるんですよ。それでみんなでわーってなりながらいっぱい撮影してて、そう
でもそのマイカ先生っていう方が合宿に来てくださってて、まあそのめちゃめちゃねこう厳しくいろいろ教えていただいてるシーンもドキュメンタリーであるんですけど、でもこの MV の時はすごい優しくてすごい笑顔でみたいな感じですごい応援してくださって、わざわざ来てくださったんですけど、そう、そう私も半分こけてたけど、そうミュージックステーションさんとかにもこう流していただいたり、そう CM とかすごい、でもなんか砂浜で撮影してたから足跡がねあんまりついちゃダメなの、だから一回休憩ってなって、そのもう一回何撮影場所に戻るときはみんな同じルートでこうやって戻ってこなきゃダメで、砂浜に足跡をつけないためにとか、そうやってました、いろいろと。でもちろんいっぱい何回も踊るし、いろんな角度からとか、だいたいこう引きで撮って、上から撮ってとかも何回ずつもやって、上手側だけ下手側だけとか、歌うこのリップシーンを撮るとか、もうほんまにいろんな角度からいっぱい撮りました、本当に。そうで、なんかね裸足バージョンとかも撮ったんですよ。あれ裸足バージョンは使われてないんだっけな。そう、しかも衣装を変えて、このねこの衣装バージョンでも踊ってるから、もうめちゃめちゃ踊ってるんですよ、ほらこのバージョン、この衣装のバージョンもあるからいっぱい踊りましたね。でそのこっちのこの衣装じゃなくて、広告に入っちゃった、広告に入っています、広告にインしています現在。その普通の歌唱衣装の方ですごい裸足でも撮ったし、そうどっちバージョンもどっちもバージョン撮って、そう、え待って待って待って、銀河劇場公演の映像に切り替わっちゃったっていうのが、ダンスシーンはもういっぱい踊りました。でなんか私がねこれ水をこぼすシーンがあるんですよ。そうこのシーンも、このシーンがめっちゃ一番ね虫さんと戦ったかもしれない。これも結構全員でのシーンだったんですけど、みんなでちょっとね山登りしたんですよ。それでこうみんなでこう下りながらこう撮影をするっていう感じで、でその途中でこうやってこう水の休憩シーンで私が水を飲むシーンだったんですよ。それでもう水を勢いよく飲んでこぼしていいって言われて、あんまりこうもうこんなねグワーって飲んだことないから、もうなんか溺れかけてたけど、でもなんかどこまでこぼしていいかも分からずで、そうでも監督さんにいいねみたいな、もっとこぼしていいよって言われてバーってやって楽しかったですそう、それを誰だっけ、サナとリサと私かな、違うかな、でなんかこう飲んで回して飲んで回してみたいな回し飲みするみたいなシーンを撮りました。水筒みたい、水筒ですね、そうお水でした。そうワイルドにね飲みました。そうでなんか最後らへん、なんだろう、このドライフルーツとか、これはなんか普通に多分楽しんでる、普通になんかいっぱいドライフルーツ、これすごい食べた、みんなでいっぱいドライフルーツをね食べた思い出があります。見せたいシーンを見つけるのが大変だ。そうでこの旗は全然見えない、この旗は、まあ、今度また話すときに出てくるかもしれないけど、あれそういえばでもこの旗もファーストか、登山も、まあ、登山で使用した旗というイコラブにとって思い出の旗なんです。
で、そうこういうシーンとかもだいたい一人ずつなんか名前呼ばれるんですよ、ここに出るシーンの子は。そうで、まあ、呼ばれたメンバーが行ってそれぞれで楽器を持って、まあ、ちょっとおふざけして遊んでるっていうシーンとかで、なんか夜のシーンは私はサナツンとね結構ペアで撮ってて、でもまあ寒かったから2人でこうやってくるまってたりしてずっとおしゃべりしてました。映ってないと思ってたんですよ、抜けだったから。そう君と僕がみたいな感じのとこを撮ってる時とかで、そう2人でねずっとねこれ寒いねって言ってね2人で暖を取ってました後ろで、うん、映ってないと思うから大丈夫だよって言ってなんか映ってないっていうか、その角度によっては映らないじゃないですか、そういう時は休憩なんですよ。だから2人でおしゃべりしてましたそんな感じでした。そのシーンが確か一番最後に撮った 暗いシーンが。でもすごい、でも結構覚えてるっちゃ覚えてるかな、イコールラブの撮影は。イコールラブの撮影はすごい記憶にあります。なんかいろんな撮影の中でもこういろんなエピソードがあるかも。やっぱリップシーンはめっちゃ緊張した。なんかこう一人ずつだったんですよリップシーン。最近だとまあ二人ずつ撮る時もあれば一人ずつの時もあるんですけど、まあ一人ずつで、それでなんかモニターで外でなんかスタッフさんとかメンバーとかいろんな方が見てるし、それがもう怖いしで、もう怖かったです怖かった。なんかもう歌詞も覚えてるはずなのにもう分かんなくなっちゃうし、あそこに行ったらもう飛んじゃうしで、もうね何すればいいん状態でしたね。でも大体子供メンバーから撮るから、そう、しかもなんか私確か2番目か3番目だったんですよ最初はリップシーンなんですけど、結局子供メンバーを多分先に撮るってなった時になったから、どんどんねこう後ろ倒しになって、なんかめっちゃねこうスタンバイはしてたんだけど、どんどんなんか後になったんですよ。そうだからいろんなメンバーのリップシーンを見れたんですよ。でもそれが逆にプレッシャーになって緊張してました。背の順って、背は子供メンバーじゃんそう、どんどん逆にプレッシャーになってました。懐かしいですね。それでまあ終わったメンバーからホテルに帰ってみたいな感じでした。あれでもどうだったかな、ちょっとねなんかねタイムスケジュールが今ね今ぐちゃぐちゃになってる気がする、ちょっとけどまあそんな感じでした。という感じです。そんな感じのイコールラブでしたいや MV 撮影は毎回緊張しますよ。でも本当にでも本当にイコールラブのミュージックビデオは本当に今見たら下手だなとかいっぱい思う部分とかももちろんあるけど、でもこの時できる精一杯をみんなでやったからすっごい思い出のすっごい大事なミュージックビデオだなって思います。エモいです本当に。いおりさんからリップシーンを撮ったんですよ。でも、うん、緊張してました。3年前ぐらいかな、ちょうど。でも今何月、6月。あでも今3年前の今はしっかりと、レッスンをしておりますね
この話を聞いてから見るとまた違って見れるかもしれないって、ぜひまたしみじみと見返してみてほしいです。こんなことあったんだなって思って、そう、一生の宝物の映像ですね、ミュージックビデオも歴史なので私たちにとって。でも本当に王道アイドルソングでめちゃめちゃ耳に残るじゃないですか、きっと君だ君だって。本当にデビュー曲が最高の曲だなってすごい思います。懐かしい。あとなんかあったっけな、なんかあったかな、なんかいっぱいお菓子食べてた記憶があるな、ファーストの MV でみんなでめっちゃみんなお菓子食べてた。私たちあんまりねイコールラブの時はねみんなでねこうダイエットっていうのはそこまでなかったんですよ、結構みんな食べてためっちゃお菓子をねいっぱい食べた記憶があります。あとなんかあったかな、あ、なんかそこのご飯屋さん、なんかねそこのだいたい施設がなんだ海のとこがあってそこね海の家みたいな、なんだろう、ご飯レストランみたいなのがね近くにあって、そこでお昼ご飯か何かを1回か2回か、まあ覚えてないけど食べて美味しかった。でなんか衣装を汚さないようにすごい気をつけて食べたっていう気がします。カレー食べた気がするな、違うかな、違うかもしれない。でもなんかをでも時間がなくって結構急いででも食べた気がする。そうで食べたメンバーからまたヘアメイク直してとかって感じでした。あでもあ言ってないのはジャケット撮影もそのまあさっき言ったようにその朝日が昇る頃からやったんですけど、その時にね4人ずつとかでもう撮影してそれを水でちょっと濡らして撮ったんですよ。それでも衣装も髪の毛も濡らしてちょっとそういう感じであれして、もうバケツでねちょっとこうかけるじゃないけど、もう寒くて、そう寒くてみんなで震えながら撮って、そう忍さんも来てくださってたりして、そうブラウス、そうそう制服のブラウスのやつを濡らして、寒かったけどでも私はなんかもっと濡れたいですとか言ってたから楽しかったんだと思う。そういうの私好きだからどんなんやってねでもなんか楽しいじゃん。そうだから、え、大リリの方が寒かったです。大リリと手遅れじゃない、多分寒かったの。そうでもその時はでも寒かったけどもう更新してました。そうね、私お祭り人間だと思うよ結構そういうタイプだと思う、なんかイエーイっていう感じだと思う。なんか水怖いけどそんぐらいならいけるって感じ。え、海飛び込みたかったよ本当は飛び込みたかった。そうね、寒い時に撮影の方が多いかも。イコールラブはまあ寒くはなかったけど、まあでもちょいまあ肌寒いぐらいでしょ。セカンドはまあちょい寒ぐらいかな、肌寒いぐらい。サードは寒い、フォースは暑い、フィフスは寒い、6枚目も普通ぐらい、でも水の中で踊ったからちょっと冷たかった。7枚目は寒くないあの一番正直あの全部をスタジオの中だったのが多分7枚目だけなので、そう考えたらそうだね、本当に全部セットの中での撮影は7枚目だけだった。カメオだけだから、あ、表題曲で言ったらね。そう学校とかいろんなところで撮影だったけど、そ
そう、カメは全部スタジオなので、スタジオっていうかセットの中なので、そう考えたらね、ファーストも海あって、セカンドも学校でいろいろあって、うん、サードも外があったし、フォースも外あった、フィフスも外あった。うん、確かに。だからそう考えたらこう移動とかが楽だったカメオはスタジオだから。でもね、ミュージックビデオってだって12月に出したかったらね、その1ヶ月2ヶ月前に撮影をね、だいたいしたりしますし、そう、なんかその季節に向けてだから、どうしてもこう衣装とかとこうその日の気温が合わないことって普通なんですよね。だからしょうがないっていうか、うん、それはそれも一つのね、MV の醍醐味ですよ寒い寒い言いながら撮影するっていうのも。だって有名なさ話だと、乃木坂さんの何の曲だっけ、なんかすっごいもう極寒、もう多分私たちが寒いって言ってるのと比べ物にならない、命は美しい、それだの時に、でもその曲が冬曲じゃないから息がさ、はーってやったらもう人間どうしても白い息が出るじゃないですか。でもそれを出さないようにやんなきゃいけなかったとか、やっぱどこのねグループさんもそういういろんな思いをして、こうミュージックビデオをね、もう人生かけて撮ってるわけですよだから私たちはまだまだそんな寒いとか言ってられないなって思いますよ、本当に。そういうことはよくある話だと思うので、本当にミュージックビデオも当たり前じゃない。うん、私たちがそのデビュー曲からこんなに豪華な、だってイコールラブすっごい、だってカット数とかも多いし、本当にいろんなところで撮影していただいてるし、衣装もね素敵なの用意していただいてて、結構セットっていうかそういうのもこだわって凝って作ってくださってるし、それをファーストのね初期の初めての MV でね、素人だった子たちにそういうものを準備してくださってるっていう、なんだろう、環境、 MV を作っていただけるっていう環境がまずイコラブにとってそういう環境があったことがすごいありがたかった、今でもだけど、それはすごい大きいんじゃないかなって思います。そう、まあ私たちなんかイコラブはイコラブなりのやり方だったり悩むことだったり、メンバーにしかわからないこととかももちろんいっぱいあったけど、でも私は本当に今日ね、しかもそれを伊藤さんに言ったんだけど、私はイコラブですごい良かったってめっちゃ思いますっていう話をね、まあ、別にそんな重たい話をしてたわけじゃないんだけど、そういう話をちょうど今日してて、すごいそれは思います。いろんなオーディションとか私も落ちたけど、なんかイコラブに入るためだったんだなって今はこうやって思えるし、本当に心の底からこのグループでよかったって思うから、生まれ変わっても私はそうイコラブが好きだし、メンバーが好きだから、本当にそれは思います。イコラブに入ったからメンバーとか周りのスタッフさん、指原さん、そして多分ファンの方、イコラブじゃなかったらもしかしたら出会ってなかったかもしれないし、そう考えたら私はイコラブでよかったってすっごい思います。
これはね、嘘発見器やられてもいいよ。本当に心の深底、奥底のもう深海から思ってる。もう嘘発見器やられても大丈夫。っていうぐらいそれは思ってます。という感じですね。ファーストの今日の振り返りはこんなもんでしょうか。こんな感じでしょうかね。パワーが来た。ポークたまごさん、ありがとうございます。ずっと私を支えてくれて。ポークさん、ありがとうございます。大久田真子さん、ありがとうございます。パラララありがとうございます。ずっと応援してくれてほんまに感謝です。健康でいてよ。さあ、ということでこの7月8日カメオの発売日に向けてこんな感じで、まあ、ダラダラとですけど、まあどうせいつもダラダラと喋ってるんで、あの内容を決めてこういう風に話していきたいなって思います。はい、明日はですね、 Tomorrow はですね、 Tomorrow はですね、スタートですね。 Tomorrow はスタートについて話したいと思います。まあでもこれはミュージックビデオの話って言っても、あのまああの何ダンス映像なのでちょっとあれなんですけど、まあ今日よりは断然短いと思います。ファーストのことを全部今日も話したので、一旦曲に対してとかそういう話とか、こう振り付けの話とか、葵先生が振り付けをしてくださってるので、まあ、そういう話とかをいろいろしていきたいなって思っているので、7月8日に向けて一緒に皆さんも盛り上げてくださったら嬉しいです。そして6月27日土曜日の無観客ライブ、何回も言ってますが、皆さんチケットはもうゲットしてくれましたか？ゲットしてくれましたか？こちらもぜひぜひお待ちしてます。ということで本日のショールームはここにて終了させていただきたいと思います。そうだ、じゃあ最後にお休みツイートをしようかな。お休みツイートをねしますね。最後に、それでは5、4、3、2、1、あ、待って、おやすみツイートしたよ。じゃあ最後に選手権をします。選手権をします。りょうまさん、アーリンさん、アーリンさん推しの方違うのかな、あでもかなこさんか。まさまる、ちえちゃん、そしてリツイートイコールアルフォさん、まさまる、コンティヌちゃんの3人です。ということで終わりたいと思います。ランキング13位がさくらさん、12位がジッスン、11位がズッキーさん、10位がたかひろんりーさん、9位が MKT さん、8位がゆかりん、7位がかずすみさん、6位が
マルキンジージ、5位がトノちゃん、4位がレグルスさん、3位がスタドリー愛を叫ぶさん、2位がサシナユイさん、1位がポークたまごさんです。ポークたまごさん、タワーありがとうございました。さあランダムいきます。4人、開かない、こっちでいこう。1人目、みなちゃん、みなちゃん。2人目、サラダさん。3人目、神崎さん。4人目、見えない、矢坂琴羅ちゃんです。ありがとうございます。それではじゃんけんします。せーの、じゃんけんじゃんけんじゃんけんグーです。それではまた明日お会いしましょう。おやすみ、ともるめんとまこ、さよなら、バイバーイ。